ラケットを持って腕を振るっていう競技ですので、肩肘、また特にテニスの場合は手首、手関節を多く使いますので、手関節の障害が多く起きます。また試合中横に大きく動いて急なストップっていうのが多いので、足関節の靭帯損傷、捻挫、比較的多く起きます。人間の体の中でも股関節と肩関節っていうのは骨性には非常に不安定で可動域が広いので、その分スポーツをする上ではそこを支える筋力、バランスっていうのは大事になりますし、特に上肢の場合、肩甲骨の動き、肩甲骨を上手に使えるっていうのが、肩への負担を減らす、重要なポイントになる。少しでも痛みがある部位があったりするのであれば、インターバルの間にアイシングしたりストレッチしたりっていうケアをまず優先して、まあ、プラス、必要であればそのトレーナーのケアを受けたり、そういうことが必要になるのかな。トレーニングで使った筋肉を休ませて回復を促すっていうのもトレーニングの一部になるというふうに考えた方がいいのかなと思います。